マジでやることないんですよ、自分は。イケメン映してあげてください。何ですか、可愛いマンちゃんを映してあげてください。小田の主婦カメラ中が何も見えない。いや、行きますね。見てない、何もなくない、カメラの中。反射する。来た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 。はい。絶対使っちゃうんだよ、これ。あ、これさ、使えないくらいの時はさ、これ使えなくなるんだよ。そうだ。編集。そう。変なこと言っとけば絶対使えないから。変なこと。編集ミスったらもう、角さんもやばいから。確かに確かに。もう多分出来になるっすよ。だから、今撮んない方がいいっすよ。変なことしか言わないから。NG なことした。何撮るかですか。誰が油っぽいのチェックしたらね。うわーって茶色いな俺今日。何あるの今日は。今日はベリー醤油ちゃんぽんに。あ、ちゃんぽんこれこれ。ちゃんぽん。あれちゃんぽん。ちゃんと水晶ちゃんと天ぷら油。天ぷら油。天ぷら油。宮崎で採れたレタス。現地の恵みを存分に使ったお昼ご飯でした。何を作ってるの？野球もせる。見てください。宮崎は鳥が有名なんでね、やっぱり。違う。牛腰マヨラーなんでちょっとマヨラー。マヨラー。投げると量。これちょっと恥ずかしいな。めちゃよ。横回りしてでも。マヨネーズ。ちじゃ。こちらでお願いします。マヨネーズ。マヨネーズ。茶色いですよ今日は。そんなかかってないです。マヨネーズが好きですか。何でもつけちゃうからね。恥ずかしい。結構小食ですか。結構小食。何が一番好きですか。肉です。手羽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 美味しいですか。今から食べます。ちょっと食レポを。うまいって聞いたんで小森選手が言ってたんで。じゃあフェリペさんもお願いします。フェリペさん、いただきます。名古屋の世界の〇〇みたいでほしいです。ちょっと今日気分が上がらないね。宮崎って本当ご飯も美味しいんですよ。見てくださいこの鳥。お昼の番組風にちょっと手アップしてもらっていいですか。プルプルが、はい、このプルプル感見てください。いただきます。手も震える。もう見てください。スミズシさん、いきます。これ張り上げて、もう一回。昨日坂口選手が生意気な選手だって聞いたら小森選手を真っ先。どうも坂口です。ピッチャーです。
え一番に言ったでも即答で嘘でしょ何かしたっけそれを聞いてまあピッチャー佐口さんが言った時に絶対ショート出せんなよっては言いますけどそれがいい子もありだと思いますおっと締めで忘れボーイです僕30いたしんど30今日の食事あ待って頼むからモザイク叩いてもらえよいやいやもう全身モザイクは何言ってんすかあでも今日誕生日の人いるっすあもう取れちっとったもう全部終わったからお前そんな俺に頼んだよ最後なんだかせんコンビで食レポやしコンビで食レポいやマジでいい焼きそばも美味しいっすだからやんない方がいいいやでもやつい可愛いね可愛いで売ってるんですかもしかしてなんかさそんな求められてないから面白いことなんですうどん冷たいうどんが僕は好きです。うん。本当宮崎県独特のうどんのコシで、なんて言えばいいんですかね。顎が鍛えられますね。以上です。食事も筋トレみたいな。そうですね。今日選手はあったかいそば。はい。腸が弱いんで。意識高めです。太りやすいのに太るもんばっか食うんで意識低めです。誰ですか、丸山選手。欲に負けるタイプ。言われてますけど。でも太るもんないっすよ。お茶飲んだらカロリーゼロになるらしい。丸山理論。だって唐揚げ食べて甘いの食べて太らないってちょっとおかしくない。いや太らなくはない。それ以上に動けば。今日も髪型が決まってます。ちょっとパーマを当てた感じ。あんまそういうのやってないじゃん。あそう。よく良くないんで。見た目はしっかりしてますけど。ここの問題です。お前や。気持ちがちょっと。やばい。宮崎県産ベタス。キャベツだと思う。キャベツです。アウトです。この端の方までしっかりと色が行き渡って、見るからに新鮮です。いただきます。音聞こえますか？新鮮なレタス、キャベツ。いただきに宮崎でお越しください。どうぞ。少しね、ちょっと。豚漬けでいきます。豚漬けですか。はい。やってください。大好物なんで。みかんの盛り方が独特です。みかん好きです。竹岡、カメラ大好きなんでお願いします。本当に目立ちたがり屋なんで。しかも今日、ウハウハなんで。ウハウハじゃないです。もう休み前でテンション上がるらしいですみんなそうだみんな何すんの今日休み前どこ行くの何もしないっすよ君市内行くの行かないっすちょマジでいいやん大好きじゃんその人前に出る好きじゃないっすよマヨネーズはかけないっすかはい好きないっす朝だけっすかはい朝だけ3人求められてるんだって明らかにだってこの時期多くないどうぞどうすかお昼の焼きそばは夜に食べるのとは違いますか、はい、今日さっき言われたんですけど力のために買いたいんですって。本当に多くて最近しかも。僕今テロップ力のために出します。出してるんですよ。宣伝した方がいいです。この辺に。すっごい親子。名前を。マイハーブ竹岡でやってるんで。お願いします。
特徴は何ですか？甘い感じですか？あ、甘い、とりあえず甘いです。あの生で食べるんです、うん、はい、それだけは間違いない。実家の玉ねぎだけは間違いないんで。お願いします。好きな玉ねぎ料理は？お家でよく出たもん、しゃぶしゃぶに、冷しゃぶに、下にね、スライスで引いてみたいな、ポン酢で食べる。それが好き？間違いないです。おしゃれだ。やっぱじゃあ生だから美味しい。生だから美味しいですよ。僕はなんか炒めるときに生のそば好きです。こんにちは。こんにちは。お世話になってます。ヤクルト球団の川村です。あ、お世話になっております。ようこそ、斉藤氏。はい。ヤクルト部会の近藤と言います。あ、キミさん。はい、そうです。もちろん存じ上げております。ありがとうございます。昨年もファン感謝デーの動画出ていただいて。あ、いえいえ、はい、ありがとうございます。コスモスまだ咲いてないですけどね。まだ咲いてないですか？はい。去年ね、菜の花とかもいろいろ見に行ったみたいで、はい、うちの川島が大変お世話になったと。ね、本当に。遠いところからありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、僕去年は来てないんですけど、去年と比べてこのサイトの周り変わったところとか何かありますか？ありますよ。あ、あります。あちらにあります、はい。お店が出てるんです今回から。あ、お店出てなかったですね。はい、そうです。行ってみますか。お願いします。はい。ではゴーゴー。ゴーゴー。はい。ではまずこちらは。焼きそばです。お、焼きそば美味しそう。いらっしゃいませ。こんにちは。こちらはダイスさんという。ダイスさん、はい、ダイスさんの売りは何なんですか？やっぱブラック焼きそばです。あ、ブラック焼きそば、はい、これ宮崎の。いや、宮崎じゃないです。あ、じゃないですね。やっぱ一級グルメでこっち持ってきた感じ。あ、そうなんですね。ひらめたいというの。じゃあ一番人気で。おいしそうね。おいしそう。400円。400円、安いですね。じゃあブラック焼きそば行ってみようか。行ってみましょう、うん、一つお願いします。はい、ありがとうございます。ブラック焼きそばってどんな感じなんだろう。すごいね。歯真っ黒になったりしてね。女性陣はちょっと気をつけないといけないですね。ありがとうございます。じゃあいただきま す。あ、結構確かに黒い、うん、ありがとうございました。次が、次はこのキッチンカー。おお、すごい。キッチンカー来てるんですか？おしゃれなキッチンカー。こんにちは。こんにちは。こちら宮崎名物チキン南蛮。チキン南蛮、宮崎といえばですね。チキン南蛮の弁当が売っているキッチンカー。へえ。冷たいものもあ、いいですね、はい、結構あったかいですもんね、はい。ここはお花食堂さんです。お花食堂さん、はい、よろしくお願いします。おすすめは何ですか？おすすめはキャラメルマキアートになります。キャラメルマキアート、じゃあそれ一つお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おいしそう。キャラメルマキアート、おいしそう。まだあるんですね。そうなんですよ。これは何ですか？すごい。ここはね、辛麺。辛麺、
こうやって絡めるんで、選手、長岡選手が好きなチョコバナナ、はい、おお、チョコバナナ、本当だ、毎日言ってるわ。へえ、え、長岡選手が言ってるんですか。そうです、そうです、もう選手が大好き。あ、選手が大好き。そう、毎日買ってる。今日はシャチンボさんです。シャチンボさん、はい。へえ、あ、結構キンキンに冷えてますね。すげえ。わあ、美味しそう。大きいっすね、結構。キミさん、サイトはかなりご飯も充実してきて、うん、いいですね。そう、賑やかになったやろ。いや、全然違いますね。はい。ね、2月もまたこういう美味しいものいっぱいあるんで、はい、食べに来てね。ぜひ来てほしいですね、うん、はい、はい。じゃあ皆さんも2月来てね。待ってます。食べちゃいましょうか。わあ、美味しい。美味しい。うん。いいね。美味しいです。全部食べてよ。わかりました。球場近くのとある場所にやってきました。去年川島さんが挑戦した階段、僕も挑戦したいと思います。見てください。169段、その名も石抜き階段です。川島さんの記録を塗り替えられるように全力を尽くします。では行ってみたいと思います。よーい、スタート。よっしゃー、よし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 、ほいほい、おぶねー、あやばいっす。けど、気持ちいい。やば、無理。写真？映像？キャ。やめて。あのウェイトをしているようなので、ちょっとここも覗いてみたいと思います。
すみません、入られてきた。ロッドも行くね。いやー照れるわ。やった、はい、いいご飯で、うちいいご飯で、21年の時の胴上げの写真ですね。あ、結構いろんな写真貼っていただいてるみたいです。これも日本一の時の集合写真、これ21年ですね。あ、いいですね。あ、こっちも結構いろいろあります。ちょっと見ましょう、せっかくなので。あ、これ去年ですね、22年の胴上げ。あ、これセリーグ優勝だから神宮で決めた時のですね。懐かしいな。あ、いいですね。当時三冠王村上選手ですね。お、内山壮真選手に長岡選手、まあ、まさにこのフェニックスで力をつけて一軍で活躍した選手たちの写真ですね。黒ハイよし、お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした？今日はですね、ロッテとの試合、4対0で勝ちましてですね、僕は先発出場で、3回まで出たんですけど、勝利につながるレフトフライ打ちました。来たばっかやろ、お前。ほんなら、まあ、こいつが引っ張って、でも、皆さんの応援のおかげで、出場できました。すいません、放送事故なんで。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。しゃっ、もしかしてこの T シャツ見ました？あ、先輩お疲れ様です。あ、この T シャツ着ない？あ、この T シャツ流行ると思う。自分で作ったんですか？あ、これ違います。大学の先輩が作ったんです。筋トレですです。筋トレですよっていうのを作る。ですよだと、まあ、ほぼ食っちゃう。パキになる。筋トレです。あ、そうです、僕の、本当ですか？あれ、僕の一応の先輩なんですか？はい、日体大の。あれ、おもろいっすよね。お疲れ様でした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 。人気者です。よっしゃ、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 よこれにて、フェニックス1日密着完了ということになりました。若い選手が、一生懸命頑張っている姿を見て、我々スタッフも、熱いものを感じましたし、ぜひ来シーズン、神宮球場でその若い選手の力で、
また優勝をつかみ取れるようにチームスワローズで、頑張っていこうと思いました。また来年、2月キャンプインまで、選手頑張りますので応援のほどよろしくお願いします。ではファン感謝デーもお楽しみに。